ホニアラ国際空港、旧名、ヘンダーソン国際空港、設営した日本軍による名称ルンガ飛行場、対戦中の名称ヘンダーソン飛行場は、ソロモン諸島ホニアラにある国際空港である。第二次世界大戦中は、本飛行基地をめぐって、日米両軍が熾烈なガダルカナル島の戦いを繰り広げた。日本軍撤退後の1944年8月に、 撮影されたヘンダーソン飛行場。最初にホニアラに飛行場を建設したのは日本海軍である。日本軍は1942年5月3日に近隣のラギ島に進出して水蒸気の基地を建設していたが、ソロモン諸島空域の制空権確保のため、6月下旬にガダルカナル島に陸上機の基地を建設することを決定した。この大本営の決定を受けて、 輸送船あずまやま丸によって輸送された第11設営隊が7月6日にガダルカナル島に上陸し、その後すぐに第13設営隊もガダルカナル島に到着した。上陸した設営隊員のうち第11設営隊員1580名は滑走路、第13設営隊員1221名は誘導路や通信施設などの建設を担当した。 設営隊は、ロードローラー、トラック、ミキサー車などが与えられ、作業の一部は機械化されていたが大部分は手作業で行われ、ナタや、ノコギリなどでジャングルを切り開いた後に、スコップやツルハシで飛行場を造成して木戸で土砂を運び、設営隊員たちは、毎日朝5時から夜の10時まで作業した。当時のガダルカナル島は、時折偵察のためにエスピリッツさんとジマ屋、 ニューカレドニア島から米軍の B17 爆撃機が飛来し、建設現場に爆弾を落として滑走路に穴を開けることもあった。設営隊員たちは休憩時間や基盤の時に近くの川やスコールで水浴、沼地でワニや山で水牛りなどを楽しんだ工事は順調に進んで8月5日に滑走路の第一期工事が完了し、8月6日の夕食時は 滑走路の完成と上陸1ヶ月を記念して、一人、あたり日本酒1号の配給があった。8月7日の午前4時に、米軍の第一海兵士団が、ガダルカナル島へ上陸を開始した。設営隊員たちは、非戦闘員でわずかな武器しか支給されておらず眼鏡に抵抗したが、優勢な火力を持つ米軍にかなわず飛行場は、米軍によって占領された。八月十二日に、 米軍はヘンダーソン飛行場と命名した。上陸から2ヶ月前のミッドウェー海戦で戦死した海兵隊の航空指揮官ロフトン・アール・ヘンダーソン少佐にちなんだ命名である。建設作業は海軍第一設営大隊により継続された。米軍の設営部隊も最初に持ち込んだのはブルドーザ1台で日本軍が遺きした機材を使用するなどして もっぱら人力で建設作業を実施した。約2週間で1100メートルの滑走路1本が完成し、8月20日に護衛空母ロングアイランドによって、海4回艦上戦闘機19機と SBD 艦上爆撃機12機が輸送されて、米軍の一大反抗基地となった。日本軍も飛行場奪回を目指し、陸海虚しいずれからも攻撃を加えた。 10月に艦隊によるヘンダーソン基地艦砲射撃が実施され、多数の航空機が破壊されたが、この時アメリカ軍は2本目の予備滑走路を完成させており、日本軍はその存在に気づかなかったため飛行場の機能は維持された。日本軍は最終的に飛行場の脱会を諦め、1943年2月にガダルカナル島から撤収を目的とした。 合作戦を実施しして撤退した日本軍撤退後も米軍はヘンダーソン飛行場を使用し続けた。当時は4本程度の滑走路を使用し、ルンガ岬周辺の海岸に残っていた密林も徐々に警戒して基地施設などを増強した。最初に建設された飛行場は爆撃機用となっていた。本飛行場東方、ナリムビュー川東岸にカーニー飛行場、 メチポナ川西岸にコリ飛行場が建設された。対戦後半の用途は、ソロモン周辺の平坦路上のハブ空港的な運用で、ヘンダーソン複合飛行場施設と呼称された。戦後になると飛行場は、ヘンダーソン国際空港と命名され、2000年代にホニアラ国際空港に改名された。この間、1997年から日本が政府開発援助を 約18億円当時、観光客受け入れターミナルを北の建設が建設した。援助の評価レポートによれば本空港はソロモン、諸島航空輸送及び交通機関の中心に位置づけされ、2000年に部族紛争で崩壊した、同国経済の立て直しに貢献している。日本、ソロモン友好協会は日本から本空港に向かう、旅客に情報を提供している。 2010年現在、米軍は機材を配備していない。2014年4月3日の豪雨で、ホニアラ一帯が冠水して、滑走路上に瓦礫などが流入し、5日まで閉鎖された。ありがとうございます。